始まりますので、少々お待ちください <laughs> 何やってるの <laughs> お,お前、プライベートのラインは圧倒で返す <laughs> あと10秒10秒は10秒です申しまーすごめんまはい 2, <laughs> 2 1, 1> <laughs> 2> あ、あ、あ、あ FAC チューンド ウィシーチュン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 今週のオープニング漫才テーマはハロウィン。 はいどうもゴールドリードです。お願いします。10月31日ってハロウィンでしょ。ああ、ハロウィン。あそうっすね。あれってさ、具体的に何すんのあ、わからない。イースターって言ってから、もともと秋の収穫を祝ってから、この外国の祭りだっけよ。代表的なので言えば、仮装してからトリックアートリートって言えば、なんかお菓子をもらえるみたいな。そんなのいいな。そう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 。仮装してトリックアートリートって言えばもらえるんでしょ。ちょっとしたお菓子だよ。 じゃあさ、うん、バンパイアの格好をして、うん、お菓子もらったりとか。ああ、そうそう、そんな感じ、うん、そんな感じの。じゃあ、口周りにヒゲをつける仮装して、テレビもらったりとか。うん、それただの泥棒だな。テレビもらったらただの泥棒だな、人みじゃあ、黒のポーチをお腰につけ、ベージュ色のジャンパーを身にまとって、人からタバコをもらう人。うん、それ誰だば。ええ、それは誰だば、お前。いや、それはうちの近所で有名な公園おんじさんだろ。え、誰か公園おんじさんって言うや、お前。いや、それ絶対売れたら言っちゃないやつだろ、お前。やっぱハロウィンって楽しそうだな。ええ、どこがや。どうもありがとうございました。 はい始まりました、BBC チューンド、水曜日担当ゴールドリーダアンチテーゼ、ワゴールドリーダアシトミと、ゴールドリーーおた指でお送りします、お願いします、皆さん、こんばんは、もう何名かから、そうですね、ツイキャスでのメッセージす。ペーターさん、中田猫さん、ICN ユーミさんから、こんばんはということで、一応、こんばんにゃーもいますけど、こんばんにゃーとこんばんはもいますね。犬と猫が混ざっているということで、誰一人、いわぴぴさんからも、こんばんみーということで、誰一人、こんばんはを言わないっていう。 あのユーミーさんもこんばんはですからね。こんばんはですかね。こんばんはです。はい、ノーマルな人がいませんでした。ノーマルな人がいませんでした。皆さん、こんばんはお願いします。ハロウィン。オープニング漫才のタイトルにもなっております、ハロウィンですけれども。ハロウィンね。 あれななんのかねるわかるハロウィンってもういいよこれ以上言うのやめよう10月31日でしょこういうやばいこと言ってお前はやばいこと言ってハロウィンだからハロウィンってさはい最近ここ23年そうですね23か年前ぐらいからちょっとこのね茶炭あたりでわからんけど自分たちの身の回りの人が仮装して茶炭に遊びに行ったりとかしてるでしょ高校時代とかあれさすごいなって思わない 僕はできないです。やったことないです。僕ないです。俺もないんだけど、仮装みんな結構、本当に仮装するさ。結構、結構、構ガチんですと今、100均で血のりとか売ってる。そうなんですよね。すごくないもうやばい時代っすよ。なかったんじゃないなん小学校と小学校とか、あんまなかった、ここ2、3年だよね、マジで。 俺たちなんか浸透しないです全然そうっすね僕らはあんまりなんかハロウィーンとはならないっすねハロウィーンだよし仮装しようってならないんすねハロウィーンあハロウィンかぐらいで終わるさうんあのジャコランタンとかもあるけどえジャコランタンのジャコランタン分からんあのかぼちゃ切り抜いたあのかジャコランタンみたいなやつじゃんそうそうまあもう本当にそんな知識がないっていうあんまりないからだから浸透してないと思うんだけどでも同じ年代の同級生とか一個下の後輩とか結構いけます仮装してあのか 仮装してハロウィン楽しんでるさはいあれすごいなと思う適応力がすごいっすね一応だってに本当に23か年前だもんな高校入ったぐらいで俺ら3年前4年前ぐらいねに遊びに行こうとかね中学校までなかったもん俺ら聞いたことないね聞いたことない俺たちが知らない世界とかじゃなくてまずそもそもそういう話出て浸透してなかったわからないわからないですけどねあったそういうのんか浸透してた浸透はしてないけど 小学校の時に小5かな小学校5年ぐらいの時に家には気よったやつさ小学生がそうそう小学生なかなかないよお前そういう、トリックアトリートって来てからまさかこっちも来るとは思ってんさ普通まあね普通ねそういう文化がないからまあまあだからもう持ち合わせがみかんしかなかったんでええょみかんをごめんねって言いながらみかんを小学校5年生がみかんをあげてそう小学校5年生が小523年生にみかんをごめんねねやっぱでも したことないけど、だからクッキーとかでしょ。クッキーとかチョコとかあげるのは定番なんでしょね。あの小学校六年の時に仲良くかったちょっとお金持ちの子がいたんですけど、その子があの僕にちょっとあのハロウィンの手伝いをしてくれないかと。友達が金持ちであの家に来たハロウィンそうあの僕自分の家でこのハロウィンのお菓子を配るからみんなにこうちょっと手伝いをしてほしいと。はい。 で、あの、10月31日、学校終わりにはい、はいそ、その子の家に行ったら、あのー、うん、まずあのー、なんか、水晶玉。水晶玉水晶玉みたいのがあって。何いや、もう記憶曖昧だよ。違う違う違う。<laughs> 記憶曖昧なんですけど、うん、水晶玉みたいのが、うん、なんか薄紫の光を発してて <laughs>。 <laughs> ガレージね、ガレージ、それガレージ、場所ガレージ。ガレージで。<laughs> 車止めるところそうそうそう、車どかして、うん、水晶玉から光が出てて、<laughs> あの、黒いなんかあの、カーテンみたいので、<laughs> このなんかは、反射してるのかな <laughs>、はい、なんか光を収めるみたいな。<laughs> <え> <laughs> で、<laughs> <え>ちょっとあの、それっぽい音楽を流して、<laughs> ああその、

骨に角が生えてるみたいなちゃんとしたやつをかぶされて、うん、黒いマントみたいなのをさせられて、うん、棒持たされて「<laughs> <え>おー」って言ってって言われた <laughs> 手伝いそれそ,うそ,うあのそいつがお菓子を配る横で俺が棒持って「おー」っていう <laughs> <laughs>。 ハロウィンとかじゃない別世界のやつだ、お前それ読みたんではハロウィンこんなっていう話をしたかっそれと差別だから。儀式だから、それなんか、何かしら。え本当に子供たちが列を出して、その家に、みんな来るっていう。そんな感じなの。いやいや、違う、面白くないだろ、お前。だから、あんまり、そういうのは特殊かもしれないけど、あんまないよね、だから、あなんていうの、英語の授業とかあったさ、中学校とか、ありましたね小学校とかもちょっと軽かったのかな。 それで思いした高校時代学校の先生がみんな仮装してたなあ、してたねそういえばそうなって学校の先生とかは若干分かるわけよあなんか授業を楽しませようとしてるのかで小中学校の英語英語の授業で主にやらないハロウィンとかでゲームを混ぜながらハロウィンについて勉強したりとかやるんだけど全然覚えてないし だかからあののー、ていうのかなハロウィンってまだ浸透してないでしょ、うん、でもクリスマスとかって外国のお祭りでクリスマスはもう伝統になってます、ね、だからなんかもう家族ぐるみであったりとか、ねはい、するけど,親が、ね、どハロウィンってまだそんなレベルじゃないけどだか,らだからこそなんか受け入れ難いっていうかなんか仮装してなんか出かけるっていうのはちょっと恥ずかしいかなじゃあ仮装してるやつも気がしれないとそんなことはない別にいやそれは好きなの <laughs> お前なんで俺を悪者なのだ大体 <laughs> こんなこと言うやつはそういうやつう違う違うだからさ 別にやるのはいいんだけど、なんていうかな、やっぱゴミの問題とかも、やっぱ、ああ、捨てるゴミね、びっくりしたていうか、やっぱ去年もなんか結構ね、ツイッターとか、SNS 上では、大変なことなってましたね、結構荒れてたみたいですけどね、今年ってやるんすかいや、もう、なんか禁止になったみたいな、そうなんすか話を僕は聞きましたけど、へえ。でもなんかあれって自主的にやってるんですか、誰か主催者とかいるんですか、いや、イベントっていう、自主的、もうだから、サッカー日本代表が勝った後みたいな感じ ワールドカップでサッカー日本代表が勝った後に行っちゃうけどいやいや、言っていいことで悪いことあるから気をつけてよ。っていうことですよ、だから分からんけど今セーフだったのかあんだったのか分からんけどさちょっと言えないことでした、今言えなかったんだよかったよかった。見はに集まろうとかあのチャタンの見はに集まろうっていうのも誰が決めて誰がんか一点に集中してたそこだけに。那覇とかは分からんけど。 チューブはそこにメインに集まってから他のところは別にそんなスポットとして集まってないんでしょういるわけよカリスマ的存在ががそこでやるっつったらみんなわーっつって分かんないですけどね完全に僕らそういう部類に入れてない完全にに乗り遅れたもんなな時代そううい感じのメンバーなんで僕らはなんかねハロウィンとか どうですかハロウィィン楽しんでる方いれば教えてください、僕らに。ハロウィンね、本当にどう過ごしたらいいか分かんないんでね、ちょっと分かんないですよね、平日として過ごしますよね、ツイッターのメッセージ、ああ、見ましょう。そうですね、中田猫さんから、地獄じゃないですか、笑ってことで。ののあ 昭和の時牛のやつかぶって角生えてちゃんと黒いマント着てねただそれだけでちゃんと報酬をもらえたからお菓子大量にもらえましたピザももらえたピザピザ金持ちだからそうそう金持ちの家だったまあ餌付けされてるしか完全に餌付け行くたびにピザがあったすごいないいねっつっていっぱい食べてましたけどメッセージの方もね そうですねお待ちしております FM ギノワンのメールアドレスが 797‐FM ギノワン .com となっておりますツイッターでのメッセージがですね「#」をつけて「ゴールドリードのアンチテーゼ」とつぶやきください、はい、お願いします J チャス以外でもね あのサイマル放送もやってるそ,うそうですねサイマル放送もやっててリッスンラジオで聞けるということなので、ねはい、お願いしますパソコンでもスマホでも聞けるとはい FMD のを検索していただければ聞けるということなのでお願いしますはい、いろんなところが聞きますからね、はい、よかったらよろしくお願いします,しますじゃあ最初のコーナーいきましょうか,かはい最初のコーナーいきましょうツッコミ大喜利 はいこのコーナーですねお題のボケに対して面白いツッコミを考えていこうというコーナーでございますいはい、はい、じゃあ早速最初のお題を発表していきましょうどうぞじゃあいきますか、はい、じゃあ1つ目のお題いきましょうはいなるほどね 2>, <た>、はい、2>, 2つ目いきましょうはいなるほど3つ目いきましょう3つ目 クララ,クララが4回転トゥールー,プトーループからのトリプルアクセルを決めたわ甘紙 <laughs> ですね。いや,いや、トゥーループとトゥーループいいだろう。<laughs> いやいや、ガミだろ。ガミ <laughs> だろ、それを。4回転トゥーループからのトリプルアクセルを決めた、はい、クララがね、はい、立つはずなのに。立つはずなのに。チチチャャャっってやちゃうこれに対するツッコミ。 今来てますよ。あ <laughs> 本当ですすか。で、はい、にもう何件か来てますので、ね、ありがとうございますはい。あよかったね皆さんも参加ください、はい、お願いします最初はですねじゃあラジオネームサメノリさんあサメノリさんありがとうございますサメノリさんからいきましょうかサメノリさんのやつはじゃあそうですね一番読みましょうかね一番一番読みま,ますかはいではいきますよはいくらえ必殺奥義デコピン。 中指シルベスタスタロンかーっていう <laughs> これどういうことなんで強い代表かシルベスタスタロンなんすか <laughs> ちょっともっといたでしょ例えが例えが面白い強いイコールシルベスタスタロンって考え方面白いですランボーのねいいっすね、はい、い続きまして池ペ,ペイさんありがとうございます、はい、3番目行<あ>きましょうはいクララがクララが4回転トーループからのトリプルアクセルを決めたわ それを見てペーターが立って。んでよなんでよ ペータ、勝ってないだろ、今。まず普通に立てるしね。なんでそれ見て、ペータが。感動したから、クララが4回転トーループからのトリプルアクセル決めたら、ペータがすげえ、いや、立てるだろってなるだろ、最初から。感動のあまりね。続きまして、ピンクさん。あピンクさん、ありがとうございます。ピンクさんはですね、2番読みましょうか、二番目いきますか、今年のドラフトの目玉は、10日に1人の逸材。 それ凡人 <laughs> それそうだ。事実でしたね。<laughs> そりゃそうだわ。<laughs> これ、お面白くないですかどうですかーあのー、最近ドラフトがあったんでね。ああ、なるほどね。ドラフトがありましたから、あ、はい、あのー、まあ、普通は10年に一人の逸材とかもありましねけど、10日に一人どんだけ量産されてるば合か。たびたび生まれるやつ。 に対してですねめっちゃ流されたいやいうそわ自分が考えたボケを超えて自画自賛するのなんて言っていいか分からない続きまして和書田中さんああ和書田中さん久しぶりですねはいじゃあこちら1番いきましょう1番いきますかはい「ク必殺扇デコピン」説明しようデコピンとは敵のおでこがピンと張りを取り戻す技であるあ <laughs> あのど,どうしたんですかね、鷲見忠敬さん。<laughs> <あー S 1> 調子悪いんですか,すかいやいや、面白いですよ。面白いですけど、ダジャレに初めて走ったんじゃないですか。わ <laughs> かんない、な今までの方向性とは全く違うような方向性で叩き <laughs> 真逆にいきましたね、今。はい。そうですね、じゃあ続きまして、あちょっとね、つなぐの忘れてましたよ。はいえっとね、まだね、はいあ。ありますよ。な何を あありましたありました親、はい、坂がフォーティシックスさんです小山がフォーティシックスさんありがとうございますこちらはですね三番目あ三枚いきますかはいクララがクララが四回転トーループからのトリプルアクセルを決めたわトライの CM に出て以来クララなんか変わったよね <laughs> <laughs> 出てるけども <laughs> なんかあのよくあのテレ最近のテレビ番組だろうあの人生の 変わり道みたいな感じでここから変わったみたいなあのターニングポイントそそううタインングポトみたいなクララのクララのターニングポイントはここでここに出たから CM 変わってしまったみたいなああ売れなければよかったのによかったのにみたいな悪い方向に人変化させてしまったまにあるやつたまにあるやつですね怖いですね気をつけていきましょうかどうしたんですかはい続きましてはいえ愛知県の由美さんあ愛知県の由美さんありがとうございますありがとうございますえ二番目ましょうかあ二番目いきますか 今年のドラフトの目玉は10日に1人の逸材。あとの心9日はフラーか。か <laughs> むなや <laughs> いや。 もうあとの9日はフラーか。でも、だとしたら、10年に1人だったら、残りの9年ちょいは、ちょいというか、ほぼ、ほぼ、フラーっていうことになすけど、10年に1人以外はフラーって。フラね。すぎるわ、あの俺なんかんだのも、あの、あれだから、皆さんが、ほら、中田猫さんがやったということで、待ち望んでたかのような感じで。 選手はだから、かまなかったじゃないですか。そうですね、神々の僕がね。ちょっとあの皆さん、あの残念がってましたよ。いや、まあまあまあ。じゃあ、それは聞いてましたけど、ど今日マッサージが足りなかったんですよね。だから、あのやらないでって言ったそうまあやらなかったんですけど。やらなかったユーミーさんがあのだから9日に1人の逸材って言ったでしょ。9日に。9日に。残りの9日はフラークやって。俺たちも残りの9日に生まれてきてるから、あのこういうミスもたびたびあるわけ。いや、俺、10日に1人だわ。あ、すごいすごい。 自信がすごい <laughs> すごい対処が分かるやめようこういうの本当にもうあのいちゃいちゃお前が振ったからやめようもうお前が振ったからさ相方さん、うん、どうにかせい,いえ自己処理できるもんね <laughs> お前大変だなあとみさんじゃあやりますか芦富さんも芦富さんやります芦富さんもやります芦富さんやりますかうーんどうしようか何番振るじゃあ <laughs> 予告して振るいや元しからいこうかじゃあ マジでマジでいこうわかりましたじゃあ本志もやりましょうか、はい、この123番からランダムで出題どれがいいですかねじゃあ決めましたなるほど、はいきます今年のドラフトの目玉は10日に1人の逸材いや全部俺かや <laughs> はいありがとうございました。そうですねやっぱ放送事故がちょっとあったということでね。ちょっとした放送事故があったということで本当にやめてほしいなはいうのが。あとで勉強しますね。いろんな分かれ道があったわけさ、今。ツッコミの。なるほどで、踏み外してしまった感じかな。はじゃあ、明日見ちゃいましょうか。じゃあ日きましょうか、今日のお題。いえお前もやるよ、お前も。 いや、もういやお前もやるよ。時間があれなの前時間があれなやいや、逃げてないです。できるんですけど。やれやれやれ。できないからこそやるんで。いや、ここでもめても何も起きないんで。もう決めていきましょう。決めましょう、じゃあ。はい。絶対にやりたくないんで。やりたくないだけじゃ。はい。そうですね。じゃあ、今日の MVT 決めていきましょうか。じゃあ、今週の MVT は、池ペイさんの。 イさんああはいおいおいいつもの流れ振るぞもう一回違う人でやるかじゃあ<え>違う人で変えようかお前今ちょっとバレちゃったからいや,いや,いや振れお前何お前お前気抜けすぎだろお前やばいないい違うんですよだからちょっとさっきのが傷に深く入ってって、うん、何が <laughs> さっきの失敗したやつが <laughs> 本当にや残りの9日のフラーやしやばいな これっすよねこれっすよねああ、そうだろう。これすそうだろう、お前。はい。いきましょう、じゃあ。はい。もう俺をいじめるのはやめろ。はい。じゃあ、今週の MVT は、イケペイさんの、クララが、クララが4回転トーループからのトリプルアクセルを決めたわ。なんだっけなんだもんお前なんだもんお前いや、そうだろう、お前。なんだもんお前今ギリギリ取り戻したろ、お前。おいはい。 どうだよおいどうだよ何なんだよどうだよ今のは。今の、<な>今の俺のボケはどうだいや違い、違う。今、今どうやってやろうかヒヤヒヤしてこうやったわ。シンプルなミスだろ今のシンプルなミスだ、本当は。本当にはい。もう一回やり直すぞ。<laughs> 何回やり直すぞ、お前。はい。ひどいわ。今週の v t は、イケペイさんの。クララが、クララが4回転トーループからのトリプルアクセルを決めたわ。 それを見て、ペーターが立った。2決定ですよ、おめでとうございます。何回やるの、これ。何回やるの、これ。<laughs> これはーい,い。1分前にはもうこれ発表されてたやつから。そうですね。<laughs> もう、あの、3回やり直しました。すみません、申し訳ないです。はい。すみませんね。ちょっとね、楽しくやっちゃってね。ちょっとね、はい。いさん、ありがとうございます。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。他の皆さんもね。はい。毎週ありがとうございます。本当に。毎週ね。はい、皆さん、ありがとうございます。皆さん、あの、今日はいつもの足止みですよ。はい。次週のお題はですね、また僕らのツイッターにて告知しますので、たくさんの投稿お待ちしております。はい、お願いします。はい。では、一旦 CM です。 はい、ただいま戻りました。<laughs> えー、神々あしとみでございます。お帰りなさいということで、はい、中田ねこさんから。た。だいま帰りました。<laughs> はい、ちょっとね、顔のマッサージをさせてください、皆さん。<laughs> ええ、びっくりでよ、<laughs> パーソナリティがお前、ラジオ中に <laughs>、はい、マッサージをするってどういうことだろへえええ、じゃなくて、うん、やってこい。えやってこい。 あ、声がいつもより出るなわわ <laughs> からんわこうやってやるとなわわ、からんわなんだ僕これツ、うん、イキャス見てる人何見せられてるのっなるたりや。変わらんばいなんだばいや。そうそう変わると思うけど、はい、それなりの時間と工夫が必要。ええ。じゃあなぜやってこないばや <laughs> <laughs> なんでやってこないば今日ちょっとね、昼寝してたからね。うん、10分前です。あ、始まりますよ、皆さんお願いします。はい ゴールドリードのアンチテーゼはい CM 開けましたということでねはいくんの腹太鼓で音が鳴って CM 開けということでですねはいどうですかメッセージ来てましたっけメッセージこれはツイキャスですかメールですかメール来てなかったですかあ来てますか来てますか読みましょうかじゃあはい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 お笑い大好き高校生さんからですありがとうございますこんばんはこんばんは 金曜日まで現場実習期間中です先週の月曜日から実習してます話し替えますが私は大喜利できますが1回しかできませんお二人は何回できますかすごい現場実習からの帰りで大喜利すごいギュ90度に伸ばしましたね話の角度がすごいびっくりしてますすげえ話し替えよったと思ってねナチュラルじゃなかったねいいっすよそういうのちょっとねゆっくりちょっと話変えるなら私も そうですねちょっとねあのユリゲラー話の話のユリゲラーめっちゃ紛れりゃしてもどうですか最初から処理していきましょうかどうですか大喜利大喜利から大喜利何回できますかさっきの通りですけどね僕らあの一回もできないんですよね何回できます連続でってことかいやというか同じお題に対してじゃない分からんけど何回突っ込むあ僕ら一回もできないですすいませんね本当ト皆さんの方がすごいですそうですね確かにね本当に笑わしてもらってね はいで現場実習現場実習だからこれ現場実習何の実習かデスキューるーケ今何の実習かいっぱいあるさ工場とか工場工場とかも実習今の時代工場ってあるかな今の時代工場ってあるかいや違う工場はいつの時代わざ言い方が間違えました未来工科とかミサト工業とかじゃない工業系じゃないじゃないでしょいやいやでも 分からんよ工場見学っていろんな工場があるからさまあまあまあ現場実習だからね現場実習だ基本的に学校じゃないかなあ<ー>やっぱ一番多いなと思う,どうか小学校中学校とかだからあのー、なんていうんですか 現場実習っていったら、インターンシップっていうのかな、飲食店でバイトしたりとか、俺たちは高校の時とか現場実習あったけどね、ありましたね、福祉関係ですけど、高校の時に中部農林高校の福祉課なんで、施設にね、行きましたね、福祉施設にお邪魔して、2週間介護施設だったり、そうですねホームサービスだったりね、デイサービスだったり、そんな感じのがありましたけどね。 いやーまあまあ体力使いますよいやーきつかったっすね <laughs> きついですけどねやっぱあの勉強にはなりますよ相当勉強になりましたね,ねやっぱ力にはなるなっていうはい,、はい、かいかにねあのなんていうんですか勉強とかがあのやっぱ座ってするお勉強よりやっぱり実際にやってみないとわからないこともいっぱいあるんで相当だってもうパンチの効くこととかありましたもんねなんていうんですかねやっぱり習ったことと違うことがいっぱいあるんでそうそうあーそれはあったな、はい、現場では違うやり方でみみ現場では違うよっていうことがやっぱなんていうんですかその方が多いんでねそうっすね やっぱりそこのやり方にね慣れていくってこともあるかもしれないですよねういう、はい、だからね現場実習でも僕はあのお笑い大好き高校生さんが何の現場実習に行ってるのかが本当に気になるのそうですねだって牛ってだってあのー、大喜利に書き消されましたからね <laughs> 90度曲がってきようってよ90度に曲がってます変化球だったら打てないレベルですよなん,なん,のなんカットボールですよねカットボールカットボールも90度 <laughs> カットボール以上そうっすあの今日本史に立ってすけどキレキレのあの誰もあんなボール投げる <laughs> キレキレのカットボール並みに投げれないっす、ね、いやーちょっと気になる気になるなそうっすね <laughs> 来週にでもちょっと聞きたいですけど、僕は。本当に僕は聞きたいですね。聞けたらいいですね。どこに、どこにっていうか、どういう感じなのか。どこにって言ったらまたちょっとややこしくなるんでね。どんな関係っていうのはちょっと、はい。そろえて聞かせてください。そ聞かしたいですね。はい、じゃあありがとうございます。おはようございます。ありがとうございました。ちょっと、夜も更けてきたので。ほほほコーナー行きましょうか。初めて夜も更けてきたので、コーナー行きますかあのまだ始まった時点で夜は更けてもう11時ですよ。夜中ですよ、ほぼ。じゃあもうコーナー行きましょうか。 元氏恋始めるってよ。はいこのコーナーですね。はい、恋に悩む男の子。普段はパッとしないゴールドリーダーの元氏の恋を育んでいくコーナーでございます。そろそろ彼女をくれ。はい今週のサブタイトルがですね。え <laughs> 聞いてきた聞いてたに引き続き <laughs> 最強のデートプランを考えようパート2来てたでそろそろ彼女をくれって言ってはいということですね今週も選手に引き続き最強のデートプランを考えていきたいと思いますで何か言ったさらっとそろそろ彼女をくれってああ無理よおいおいじゃやべれこのコーナーってなるだろやべれってなるんだろお前なるだろや楽しいだろもうそのままいやまあこのコーナー彼女でったら終わりですけどそうですねちょっとね終演を迎えるってことになりますよね ああ皆さんコントニコもありがとうございます。あありがとうございます。はいそうですね。じゃお願いします。最強のデートプラン。先週がなんだっけ。先週がですね最終あの。えあ俺がまあ映画ドライブ行って読谷タウンを PR して映画館行って帰りに三浜のもんじゃ焼きを食べて帰るっていう。あの最強のデートプランね。 すげえ、コンテニューコインばっかりすげえ、何連続すみません、ありがとうございます。7枚連続で。すみません、皆さん、ありがとうございますね。すげえ、びっくりして壇場でちょっと目を離した隙に、コンテニューコインで埋まってた、今、コメント欄が。びっくりしましたね。ありがとうございます、皆さん。皆さん、ありがとうございます。はい。あしとみくんのじゃあ。俺がカフェ行きたいみたいな話。ほんとに。やめてしまえ。よ。いいだろ、お前。いいよ、カフェなんて。アットホームなカフェに。じゃあ、アットホームやめる、マジで。お前が言うな、アットホームとか。いや、お前。 いや別にいいだろお前普通にいいだろお前お前がアットホームとか言っちゃだめだよいやでも憧れはありますよやっぱりだからやっぱり自分たち選手はだから自分たちの行きたいのを言い過ぎてしまってはいはいはいだからこのちょっとじゃあもう真逆うんなんかもう行かなそうな行かなそうなやらなそうなデートプランをちょっと考えようあるかあるだろあるかいやいやでも普通に考えてさはい 行きたいなって思うデートプランはやっぱドライブとかはあるさそうですねあと<で>ヤッピピさんからの、はい、このコーナーまだやってたのねっていう<笑><笑><笑>あすごいツッコミが鋭いですね僕に彼女ができるまでやり続けま<笑><笑>一緒で永久に不滅です<緒>このコーナーは <laughs>、ね、だからですねあのーはい、なんていうんですかあの普通に行くところ、はい、なんかやっぱり何て言うんですか 普段やらないことやっぱりボロが出るんでまずね練習したものなやつを上げていこうかなってそ最適な連加えていけたらいいなって思うんですけどドライブは行くでしょうまあ行けるでしょうドライブまあ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 どこ行くかにもよるけど先週は北部行きたいって話をそうっすね南部とかはもうちょっと毎日のように撮ってるんでまあまあちょっと北部に旅に出たいな行きたいなみたいな感じでねだからあの今ツイッター見てる方は分かると思うんですけど k y デンジャラスのコータが、うん、今チャリで沖縄一周の旅をしてるんですよ金曜日の担当の d e n g e ナイトの k y <で>デンジャラスのコータが今自転車で自転車で車の免許を持ってるにもかかわらず <laughs> チャリで沖縄一周するっていうことで<わ>今日3日目らしいんですよで今金にいるらしいんですよあ俺の地元のそう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 あららであのー、だから<ー> <laughs> でちょっと羨ましいなと思ってしまったあのー 国神とか言ってるからいや待ってお前国神で自転車だけだよパンクした終わりだからじゃあじゃあ車で行くよそこはそこは優雅にいやだよだからこうだとかいいなと思うツイッター見てるんですけどだから金曜日が心配なんですよ僕今あ割り合うかな間違ったら金曜日でも今金曜日金いるんでしょ車で行けば本当に続くただチャリンコだから最悪だから明日帰ってこないといけないってことでしょ 金曜日はギリギリすぎるさそうだね帰ってこれるかなでも那覇まであいつ地元那覇だけど那覇まで帰らなくてもはい儀のほまで帰ってこれるあそうっす最悪の場合ねそんな話どうでもいいんだお前がそんな話はどうでもいいんだあっあの愛知県ゆうさんから愛知県のーミみさんからの「こんなデートコースは嫌だ」ああでこんなデートコースは嫌だっていうのは僕僕らがいいと思ってるやつを ね、否,定否定されるパターンですね。はい、露骨になんか嫌なコースプラン立てたら、まあ、いくらでも話はやっぱ出るんで,で、ね、僕らはいいと思ってるんですけど、うん、いやそれはないだろうっていう人だからもんじゃ焼きでしょもんじゃ焼きは皆さんあの否定的ではあったんですね確かにええー、あの僕の周りの芸人仲間の先輩方は代表的なのは金ぴらごぼうのタイガさんだったり中地だったりね <laughs> KY の。<laughs> モンジャーキはアーリーって言ってましたよ。いやー、僕はなしですね。これに関してはお前が間違ってるって,っていや、でも、ね、皆さん聞いてる人は <laughs> あのー、僕の意見に賛成でしたよ、ほぼ。いや、モンジャーキ、最高です見てる、あのー、あれにも言いましたけどね。リスナーさんにも言いましたけど。<laughs> なじゃあ、なんだって、カフェ以外で、カフェ以外で、じゃあ、どこに連れてきてんのああ、連れて,てのご飯ね、ご飯食べたいって言われて、ご飯はなしで。ご飯は別に、だからカフェさ。えカフェでいいさ。カフェうん。 ホットケーキとかしか出てこないでしょいやホットケーキとかじゃないご飯とかもあるからじゃ <laughs> あのー、カフェ以外で本当に普通のデートプランだからあのご飯デートじゃないからさあのー、なんていうんですか、うん、だから定番で言ったら、はい、買い物デートとかは定番でしょあ買い物デートね興味ないでしょでも全くないで,、ね、ないでしょお前洋服とかにも全く興味ないし僕あの,僕あの15分とかで決めて帰るんで僕でしょ洋服とかは楽しくないさいえ 俺結構時たまに、あの、買わないで、見て楽しむとか言うし。ウィンドウショッピングね。はウィンドウショッピングでしょははっていう。いやいやいや。いいでしょ。ウィンドウショッピングウィンドウショッピング。はウィンドウショッピング。楽しいよ。why? 楽しいからね。いつも思ってる。言っとけど。買え、買え、買えっても。お前今日正直いくらあの、 5円ですそんなやつがお金貸していただしとかそういうの言うなあまりよろしくないだろさすが相方だけんなな、はい、だからあの気使わないでいける買い物デートまあまあ何ていうんですか洋服とか一緒に買いに行きたいなと思うんですけど洋服ちょっと長すぎるんじゃないかって思ってから何ていうんですか雑貨とか。 雑貨,雑貨とか別に買わなくてもいいけど見たりとかしてるだけ楽しいえ,付き,え付き合ってる付き合ってない設定付き合ってないで雑貨見んの、うん、雑貨屋行こうって言って <laughs> 二人で雑貨屋行こうって言って <laughs> 何が面白い、えー、雑貨壺ハマってんの嫌だけど、ね、<laughs> <laughs> なんでやっつちゃってないの雑貨だもんえ買い物行こうって雑貨見ていかないっていや行かない行かない行かない怖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 い 洋服とかでも結構コメントの方がたまってるので一応愛知県のユーミンさんとイヤピッピさんはもんじゃはありというなんでダメなのって僕何回も言いますけど最初のデートとかじゃなくて付き合ってないで同じものを同じ箸で付き合うっていうのはちょっと苦手潔癖症のだけさ潔癖症のだけだよ違うさじゃ誰とでもいけるって言われたらできないから俺お前とでも嫌だもん 何がもんじゃ焼き箸でつき合う全然いや俺はまず箸でつくのもんじゃ焼きよお前違うなんか専用のやつがある表現だろ専用のやつがあるだろ一枚のものをシェアして食べるっていうのはちょっとねシェアシェアだろもう何カフェだったりアットホームだったりシェアだったり高校のお前はそんなやつじゃなかったよ何がよ 変わるだろ。半分ことか言ってたから。言ってないわ。シアのこと。ってないわ。そんなこと言う。ってないわ、お前。中地君がなんか書いてますけど。いいよ、別に中地。どうしますかこれ。中地のスルーしとけよ。こいつは言ってないんだろ、金までは。じゃあいいよ、こいつは。で、中地、これ、俺に普通に LINE で送ってきてたからさ、今。何をこの文章同じの。あ、そうなんだ。なんでこっちでも送るのか。まあいいんだけど。 だから買い物とか定番でしょで、なんか、女の子の買い物とか別に付き合っていきたいなって、男どもの人嫌って言うでしょ苦手ですね。やっぱり、なんか、なあんまりいないと思う、俺、男性で、ウィンドウショッピングをちょっと、俺の父さんとかも嫌がるわけよ。そうそう、結局そうだと思う。だから一緒に行かない俺の親父もだめだもん。嫌でしょだから、でもなんか、これからそういう時代だからさ。これからそういう時代だからさ。はい だから女の人があの買い物で買った買い物袋を男の人が、はいはい、いやそれ漫画でしか見たことないけど俺いや重いもの持つよって言わない, <laughs> い,ややいじゃああのさ重いもの持つよは女の子だけじゃなくてもあの <laughs> いやいや,いかいや持つ。 持つでしょでもつよそれ持つよ当たり前の買い物に付き合ってるときもさもちろん持つでしょそれと一緒の考えちゃって何よ漫画とかでしか見たことないってお前どんなよいやだからタワーぐらいのとかパワータワーあのあれか紙袋かフランスパンが出したりするそうそう持たんだろうとかのなんか自分の身長通り越すとか紙袋がフランスパンを フランスパンが紙袋を超えてるなんてそうそうないから。ま長いフランスパン。そうそうないから。買い物とか付き合っていきたいしこの時期だったら祭りデートとかね。ああ祭りデートね。僕祭り嫌いなんですよ。なんで俺もあんまり地元の友達と会いたくないから行かないけど僕祭りがちょっと苦手なんすよ。苦手なんですか足が疲れるんで。なるほど <laughs> 足が疲れちゃう <laughs> 歩きたくないっていう,、ね、そうさあのー、ただ、うん、読谷祭りだけは行きますよあ行くんだちゃんとあのですね、はい、まあちょっとこの全島エーサー祭りとかはいはい、はい。いろんなちょっと祭りがあるじゃないですかありましたねここって一回はぐれたら会えないって言うじゃないですかあ<ー>友達とね ただ、読田祭り1回はぐれても6回ぐらい会えるんですよ <laughs>。<laughs> あの、う狭すぎて <laughs> そうなんだやっぱり <laughs> ってか、あの、緊張祭りが22日、23日あった,のであったんですけあ,あ僕らは読田祭り今週ですよあそうなんですあったんですけど、はい、あの町市じゃなくて町の割には結構大きくやるなって言われてたんですけど、はい、なんかねちょっとどっちもバイト入ってていけなかったのでど,どんな方々が あ、土曜日はでもいろんなイベントやられてたアーティストのライブディアマンティスさんのライブ図鑑さんのライブだったり緊張出身の図鑑さんのライブだったり分かったんですけどあと土曜日の22日の初日1日目ではなんか沖縄図も隔離期待もあってドラゴンエマリニュの省吾さんも出てたみたいです省吾さん出てたんですね出るって言ってたんで僕はちょっとバイトがあって行けなかったんですけどだからねどうなったんですかね 情報が入ってないといいと思います、でもそういう情報が入ってきてないんで結構いろんなイベント、まぶやーだったりとか、龍神まぶやあの去年は来て、高3の時きに一回行って仮面ライダー外務がいましね仮面ライダー外務賞をやったりとか結構、蝶の終わりにはんで本当にごめんだけどなんで金町祭りで外務賞をやってるんだろうっていうちょっと違和感もありましたね。とかか何年前な 三、四年前、はい、とかも龍神丸橋終わったんだけど、はい、あの普通にあのハブデイビルとか,、えー、か出るから中田さんとか、はいはい、の来てたりとかするわけよ、うん、俺たち FEC、はい、入る前とかもだから結構ちの割には大きいすごいな。<laughs> でも地元民が多いから俺は祭り出と行きたくないっていう。<laughs> <laughs> 近城祭りも、広かったでしょけ、結構会場。思ったより広かったでしょあの、ごめんなさい、本当にもっとちっちゃいもんだと。でしょ、結構総合グラウンドであるか、ら結構広いんだけど。あっちも意外とはぐれたら、はぐれても三回ぐらいはある。そうなんですよね。あの、地元の祭りって、はぐれたとて。しかも、あの、女の子と一緒にいて、地元の、もともとの友達とかに見られて。あ、あいつ女連れてるって見られるのも嫌だし、一人でいるのも嫌でしょ まあ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 だからちょっと行きづらいよねやっぱ友達と行くしかないと地域の行事離れてる結構そういはいそうですねいや祭りかでも読谷祭りで最後だと思いますよ沖縄の祭りってあ最後なんですかってよく言われてるから沖縄最後の祭りってあそうなんだだから読谷祭りでラストだと思うんですけど僕あの ちょっとバイトで、あらら、あの音響のバイトしてるその日、はしょうがないです。二日間ずっと、それはしょうがないですね。えでもだからお時間あれば皆さん読みたまつりまで、はいそうですね。読みたん村役場でね、はいはいはあバさんバさんが見てた、バさんが目指した、はい金の祭りの名物は金金魚すくいでしょってあの金鳥の金とあの。 ゴールドの方の金をかけてるってことですなんでラジオでこんな文字でボケてくるんですかちょっと今びっくりしてるんですけどすごいも<ー>う3年目の FEC の先輩から来ました <laughs> いや分かりづらいマジであの言葉では絶対伝えきれない絶対伝えきれないですね,、はい、ですねいや皆祭りとか全頭エイサー祭りって言ったことあるないです俺は1回だけ誘われていきましたある あの本当にはぐれて、一人でさまよて時間帯があって。でじさ寂しかった。なるほどね、俺もでも一回祭りではぐれたことあるよ。誰と誰とあ誰とって親と来てるうちに。うんな祭りかな。うんな祭り。うんな祭り。女のりで、はぐれたんかな。はい。誰とわんね。やっぱ女のだしね。誰とも会わないし、めっちゃ怖いさ。だからあの、ガチャピンの滑り台の周りずっとうろろろして。もう。 信用できるのがガチャビーしかいなかったってね。こっちではぐれたから、こっちでずっとここで笑きた？そうそう笑きました。親っていうかあの親戚がいた。別に親別にてる親戚にあって、やっぱ沖縄ってあれだね。やっぱ広なんか狭いで狭いっすよ。別の親戚来ててそっちに救われた。ああかったすね。本当にね。ということでお時間ということであの祭りの話をまたしています。そうですね。まあまあ。毎週ですよ。はい。お気がついたら。 そうですねじゃ来週いつ僕に彼女はできるんだいいやもう、次に。教えてくれ本当に次できる。来週できる。早めに、早めにします。早めに。早めに。早めうか早めの日。はい。じゃあ、始めますよ。始めますよ。はい。じゃあ、以上、はいゴールドリードの地域交流会でした。え違いますよ。急にコーナー名変えないでください。祭りの話だから。元氏恋始めるってようでしょ。なるほどじゃあ、以上、元氏恋始めるはいありがとうございましたはい。じゃあ、曲の方いってみますか。はい 今日はですね。パフュームです。パフューム。パフューム。言えますか？パフューム。言えます。じゃあ言ってみますか。はい。じゃパフュームでフラッシュです。どうぞ。はい、まあパフュームのポリポリリズム。いや違う違うフラッシュフラッシュ。フラッシュフラッシュ。ちはやフルのね。劇場版千葉雅フル。ああなるほど。上のくの。ちはやフル見てないんですよね。本当にあの広瀬すずが好きすぎて。なるほど。 千葉や風呂見たんですけど、はい、この、はい、めちゃくちゃ千葉や風呂が面白くて、はい、この広瀬すずとかじゃなくて、なるほど今年一です放課ではそう。興味ないですね。なんで、えー、聞いてない。<laughs> 今ずっとハイを流してて今メッセージを読む。<laughs> はい、あの。 今コメントにちょっと登場してる中地くんだったりね、バンさんだったり、こちハヤフル一緒にね、あそうなんですか、共有してる仲間です。あなるほど。面白いですよね。そうですね。あと愛知県の由美さんからね、タイ始めましたっけって、恋です。あ恋かこれ。恋ですよ。あ恋だ恋ひどいであの僕目が見見えないんですよ。失礼してるの？失礼してる。僕目が見えないんですよ。すみませんね。 恋といとえばカープあ、あ、今今日も来たんんすすね、ね、はい、カカプ、プそうなんすかじゃ何何勝,ん 2> 2勝2敗ー最初、ね、あの、カープが2勝したんで先にそうそうでと日本ームが本拠地に来てねはい 2>, 2連勝っていうことですごいっすねこれどうなるんですかねまあまあまあ、まあ、完全に僕は阪神ファンなんであそうなんすかもう今年はねもう残念なシ、ねあのーズンですずっと小中高で野球やってきたんですけど、はい、野球のことについて全く分からないんですよ見ましょうよ 野球ギリギリにフィールドフライが分かるんですそれひどいなそう野球やってる人間としてひどいなマジっすかそうなんですよねだからマジック転倒とかの意味がよく分からなくてねえはいだからあんだけ勝てばいいいやいやもうめんどくさいんでわかりやすくしてるんでんでもそんなリーグ制だばっていうのもええトーナメント制したらスゴあるだろやいやいいだろそれぐらいそれでいい何回か開催してればいいだろ違うの優勝回数の俺どうみたいな そういうの大変かリーグ戦のほうがいいですリーグ戦のまぁ一回今回大会はみたいなダメだろうな、だ重みが感じなくなるだろ日本シリーズの最後だから頑張ろうみたいな3年生かうん、ということでね 中田猫さんから、目もかむ、わ目もかむ、表現が独特ですね。いや、目もかんでましたよ。目もかんでましたね。見間違えっていうか、僕目が見えないんだよ。見間違えっていうか、それ、失明ですよ。完全な失明ですよ。見えてない人です。右手が座まで前が見えない。いや、それ、さんさんゆえさんだから。これ、さんさゆえさんのもちろ先週やったやつ、さんさゆえさんのネタだから。右手そうそう、だから <laughs> OK、I need you <laughs> ザザザ,ザ右手が邪魔でのやつね <laughs> 最高に面白いですね皆さん結構いろんな曲出してますからねええ <laughs> 曲じゃない曲じゃない <laughs> えっネタアーティストじゃない <laughs> 芸人芸人なんだ <laughs> ゆうやさん芸人ですから芸人の36歳、燦燦優弥か <laughs> 芸芸人人です、芸人です公園のベンチにカンナをかけるっていうやつもありましたし <laughs> ありましたね、なんか、独断あるある、独断あるあるみたいなた、かけいかって、燦燦優弥の独断あるある、かけいみたいなのもありましたけど、<laughs> すごい独特な、また燦燦優弥の話、ドレミの歌もありましたね、<laughs> ありましたね、あと、愛のママ2位もありましたね。<laughs> やめよう、もうやめよう、もうやめよう、申し訳ないですね、すみません、本当に優やさん大好きすぎて優やさん、すごいなんですよすすごいでね、あんだけ仕事やりながら、あんだけ、ああいうネタ、どうやって書いてるんですかねその優やさんが出るライブが、今週土曜日じゃなくて、11月の。はい 第2土曜日に F ライブというのがそうですね、今告知始まりましたけどね、まだ終わりません。そちらの方にね、飯尾さん出ると思いますので、僕らも出ますので、よろしくお願いします。10分前ということでね、はい、始まります。お願いします。バンさん、ちはや風呂2回見たということで、僕3回です。パパヤ、パパヤ、パパヤ、パヤ、パヤ、ゴールドリードのアンチステーあなたはどっち派 勝手に討論会はいこのコーナーですね、はい、いつも意見が正反対、アンチテーズな2人がお互いの意見をぶつけ合い、さらに仲を深めていこうというコーナーでございます。はい今週のテーマがですね、なりたい職業ことでなりたい職業。 なりたかったでもいいですしこれからではないですけどもう就職活動してますけど僕はなんていうんですかね自由に就職できるとしたらな何でもいいよって試験とかの壁もなく好きな仕事に就いてくださいって言われた場合何に就きたいかっていうのをとリアルなやつ本気なやつ中学校の時に本気に考えたやつがあって今もそれは変わらない。 今は変わっってしまったあじゃあ昔のやつね。中学校の時何と関ジャニトに入りたかった。7人され。うん、俺が埋めてやると思ってた。本当の話 <laughs> マジなやつ。んジャニすか,患者にエイトかっこいい、あのー、大好きだったんですよ、関ジャニ∞とか。あの時ね。 あのちょっと今の関ジャニトの話ちょっと置いといていい置いとかれるの嘘中田猫さんがもっと超えてきたんで FBI すげえあ確かに FBI かっこいいですねあいいっすね FBI サットとかねあサットとかねすごい特殊特殊部隊なるほどでも僕は関ジャニトに入りたかったんですよ っさんからえててますペーターさんからもかなり無理重さでっていうことですね無理ですよね本当にねあのエイトって8じゃないですかシいベッド的にはお前はもう8っぽいよいしょ上もでかいし下もでかいしだから象徴的な感じでいやんでやア面といけんの違うだろあ中田猫さん嵐派ということ嵐も考えてはいたんですよただ患者に 僕は,僕はですね、僕は何、あのー、<laughs> て言うんですか、なりたい職業というか、はい、あの昔は、はい、あの本当になんでかわからないですけど、うん、幼稚園かな、あの保育園かな、はい、あの夢って書くさ、あの汚い意地で、あのあの頃の小さい時の汚い意地、将来、私は何になりたいです、ね、おお大きくなったら何になりたいです、うん、俺、最初がなんかでかわからないけど、ジュース屋さんだったわけ。 わわかかんんなないいけけどど子供心ジュース屋さんジュース屋さんねジュース専門店なのかな,なるほどああちょっと面白いじゃないですかああジュース屋さんはい俺それは覚えてるめっちゃ<ー>あの本当に覚えてるねだからジュース屋さんで幼稚園小学校低学年1年間幼稚園かな多分幼稚園はい、はい、ジュース屋さんのあとが若干ちょっとあとが ウルトラマンになりたいどうした逆だわけよウルトラマンから普通ウルトラマンからいかないかな逆だわけよねなるほどね幼稚園でウルトラマンに目覚めたとそうそう幼稚園でジュース屋さんいや保育園でジュース屋さんで幼稚園でウルトラマンはい小学校は小学校だからかなかったわけさ小学校低学年の時に買わなったけど別にそこも興味ないみたいな感じだったんで 小5の頃にちょっとやりたいなって思ったのが小説家はあ小説家小説家ちょっとやりたいなって思わんんでそんな全然話が膨らまないやつばっかいくのよから書いたんですよね何本かえ小学生ながらえああ短編のやつ覚えてないですけど内容は短編内容覚えてないですけど短編のちょっとちょっとあの 読ましててないわけよ、だからそれが覚える本当にルーズリーフ的な映像化するから俺が無無理理それをドラマとしてそうそう映像化するから誰か主役にしてあのね何か分からんけどまあまあいろんなのが入ってるやっぱ小学生ながら自由な発想ああなるほどねそうだよだからあとどうしたどうしたなりたかった職業って言われたら何かなと思ってたから何でもいいよって言われただから 一応患者には中学校の時にやっぱ違うな無理だなっての思って高校のときはリアルなやつ救急救命士だった俺救救急命士になりたかったんだけど救急救命士の学校があるさ空あっちに体験入学行ってちょっと君では無理だっていうのをちょっと。 遠回しに無理かなそう遠回しに言われましたそう無理だな君は無理だって言われたそう無理だなみんなガタ遺書しかよかったちょっとそこで心折れたっていうのもあるけどさまあまあまあしょうがないやねでもしょうがないですねなんかバンさん討論せいってきてます確かに思いました確かに今二人の夢を今今はってなりましたもん そういえばと思って。そういえばはってなりましたもんね。俺は討論すんぞじゃん。そうだって一番何でもないんだけど。なんだウルトラマンっていだから何やりたい何でもいいよって。今今今今映画監督。あそうなの今はね、夢だったらよ。うわ、すげえ。夢はよ。夢ね。やりたいことを自由にできるよって。お金のことも気にしないよって言われたら映画監督。はい。なるほどお前は あ俺,だから俺決まってないんだけど、うん、でも何て言うかやっぱ芸人やってるさね、はい、でも型にはまったことはな,んかなるべくやりたくないんから自分の,このイメージ自分の発想を生かせる仕事はしたいって思ってるんだけど、うん、クリエイター系ね何て言うかなまあいいんだけど、はい、作家とかでも何でもいいんだけど、うん、自分の,この頭にあるものを具現化してなんかやりたい。 なんかできるならイメージをアイディアアイディアを物にだったり当てはめて、うんはい、あのまあ、まあ舞台だったり当てはめてやりたいなっていうのはあるんだけど、はい、やっぱスキルが追いつかないよねそういうのね討論誠意だから <laughs> い<や>討論を誠意今熱い夢を語ってるだろこっちが待ってるのを気づけ <laughs> 知らんよ討論誠意単純に真面目な話だろこれは <laughs> 何を俺は聞かされてんだと思ってるいや真面目な自分の夢、イマジネーションだからシェアとかイマジネーションとかアットホームとかお前は使うなってばだから洋服とか買いに行った時とかさ親とかによく言われるんだけど俺いいのないわって言わけてさいいのなかったとか言うんだけど自分でデザインしてって言われるああなるほどねだからそういうのもいいのかなって思ってだから何て言うかなやっぱりそういう感じの 仕事したいな討論をせいてたからそして中地があの救救急救命される側ですよねう,うるさいよやお前 <laughs> うるさいよやお前はいリアピブさんからあの、はい、コーナーが成立してないなただの思い出話みたいになってたんですけどね,だからねなんだ今日はちょっとねなりたい職業討論というかまあまあ<し>こんな仕事がいいだろうっていう討論をしたかったんですけど <laughs> 意外とねもう時間がてお互い夢を語ってしまうっていう、はい、あの夢直しじゃつきないですねやっぱりね <laughs> 楽しい ずっと夢にいたい夢の中にいたい働きたくねダメ人間になっていくどんどんはいはいそうですねじゃあもうこのコーナーじゃあ今日しますかはいじゃあまあ時間となりましたので以上勝手に討論会でしたはいしてないですけどそれではエンディング 早早いいングででござますすね時間かったもう今月はライブないんじゃないですかもうね結構前半のほうでやってるんでね11月のじゃライブがですね11月の第2土曜日ですね先ほどもあのジェの方でいったんですけど F ライブというねお笑い劇場の予選ライブがありますこちら18時半会場19時開演お値段500円となってますのでこちらね20組以上の 芸人のネタが見れて500円ということで。120、ね、組ぐらいですね。はい,はい。はい、僕らも出まして、あのー、サンサンゆうやも出ましてね。はい。出ると思います。ぜひぜひ、あのー。仕事が忙しくなければ。<laughs> はい。いぜひぜひ見に来てください。お願いします。はい。その1週間後ですね。はい。 がこちら FEC お笑い劇場、はい、サブタイトルがお笑い感謝の日ということで勤労感謝の日とかけて,ておりますこちらはです、ね、まだ企画がちゃんと決まってはないんですけれどもどんな企画するのかねまだねまあ楽しみですけどね、はい、オリジンコーポレーションからのゲストがあの新塚助となっております、はい、で特別割引がですねあのトイレットペーパーの芯を持ってきた方200円キャッシュバック、はい、ということで こちらがですね、料金がチケット代の方があの前売りで1000円、当日が1500円となっております。高校生以下は半額。ああ、だから500円になりますんでね、でね前にりだったら。こちら,こちらね、僕らツイッターの方でもね、はい、あのコメントいただければね。はい。 前ウり料金に入れますので。そうですね。お願いします、はい。お願いします。でこちらは那覇市天物館、あ那覇市文化天物館の天物ホールでやりますので。はい、やりますよ。はい。お願いします。ね、告知を見てはいお越しください。サーさんもお時間が来てるということでね。はい、ということでね。えー、バンさんが、はい、昨日君の名を見に行ったんだけどあの人の名前が思い出せないの。はいああ そうですね。見てない方がいて。見てない方は分かんないんですけど、それ、飯田義美じゃないですか。バンさんの本名ですけど。なんで言うばやい。さあ、お時間が来ましたよ、もう。はい、そうですね、締めましょう。じゃあ、来週お会いしましょう。はい、お相手はゴールドリード・アシトミと、ゴールドリード・モトシでした。ありがとうございました。ありがとうございました。 はい <laughs>、はいはい、終わりましたけどもねラジオの方はあ、はい、今終わりましたね次でその、はい、メッセージま,まだあと4分ほど、はい、ちょっとメッセージ読んでいきましょうか、はい、じゃあこちらからいよぴぴさんから「<お>夢を追うことは素敵素敵敵ですねあ夢追うことはね人の夢を聞くのはちょっと楽しいちょっと楽しいです,、ね、いすねけど まあちょっとここ瀬戸際がねちょっと難しいんですよね、こういうのって。難しいですね、やっぱ夢の話したら、叶えれる人は叶えれますけど、はい、叶えれない人はやっぱどうやってもがん叶えれないっていうのは現状ではあるので、はい、できる人はもう本当に人にいいなんでね、はい、頑張りましょう、本当によかったら、ね、なかなかいないと思うんですよ、夢を仕事にしてる人ってなかなかいないですよ。 難しい夢を叶ったらまたその後に夢がありますからああなるほどね夢の向こう側にはまた夢がありますからどうした今日てください今日はどうしたこれをツイキャスでしか伝えないというがゆいんですけど皆さんじゃあ忘れて寝てくださいね今日はねベーターさんが「おやすみんさい」ということでありがとうございましたありがとうございましたはいと愛知のユーミさんから新十助さんって一方が頭の 下半分に顔が集中してる人ですよねどういうことですかお疲れ様でしたどういうことですか謎を残したまま変える朱理石峰さんですか新さんですかどっちですか頭の下半分に顔が集中してるどっちだ新さん朱理石さん顔のパーツが下にいってるよってことですかね分かんないですけどチェックすんなチェックすんなお前分かんない分かんないですけどあのどちらかといえば いや、わかんないですよで、本当に <laughs> あ、中田猫さんが、はい、シュリッポンって言 <laughs> 答え今、シュリッポンが出ましたなるほど <laughs> 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 なんか、あれじゃないですか QAV、ね、の事務所が <laughs> あの違うのでうこと、ね、ん悪いになれるんじゃないですか。<laughs> 若干接点ありますし。<laughs> はい。これがね F. E. C. お会いしますしね。<laughs> あの第三土曜日のお笑い劇場で。あいちょっとねあってもいますしね僕はね。あの清水美智子さんがねあのこの間この間っていうか前の F. E. C. のライブであのゲストに来てた時に、はい、あのなんていうんですか。えー。 さねーみたいな感じじゃないですか、いや本当によろしくお願いしますみたいな感じじゃないですか。僕らもちょっと若干あの、高校時代から面識あるので、若干なんか話しかけてくれるじゃないですか、はい、やっぱり距離感がめっちゃ近いなっていう、あ <laughs> の喋る距離感めっちゃ近いっていう、<laughs> ちょっとね、いそういうい方ですよで圧迫感はすごいですけどね、あのー、言い方ですけどその後の後打ち上げ、はい。 大変なことになってましたそうなんですか言わないですけどそうですねじゃ今来月もじゃあ俺以上楽しみに知っましょうかじゃあ他には晩さんから好きだ何がですか何がですかということでねどういうことだお前お時間取られすぎだ残り三十秒ほどださあさあさあどなたの言いますかじゃあどの方のというか はいじゃあ徳川やつと飲みに行ってきますむちゃくちゃだなむちゃくちゃですよさあさあ釣り釣りはいどんどんさんおみなさいあおやすみなさいありがとうございましたありがとうございましたお願いしますはい最後ですよじゃあ誰か一人どれにしますかいやもうほぼ4段じゃないですかね中地のにしますかいや大丈夫ですあもう5秒ほどでお別れです以上ゴールド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 でした髪神よっぱ 入ったからでいて